ビクトル・カプラン・カプラン水車の一例。船舶のスクリューにも似た形状の水車で、流量や落差変動に応じて、自動的に羽ピッチ角度を一枚一枚調整することで常に最高の効率で運転できるようにした。ビクトル・カプランはカプラン水車を発明したことで知られているオーストリアの技術者である。 1956年から1966年まで発行された線をオーストリアシリング紙幣に肖像が使用されている。1876年、オーストリアのミュールツーシュラークで生まれる。家族は鉄道員で、1895年にウィーンの高校を卒業後、ウィーン工業大学に入学し、土木工学とディーゼルエンジンについて専門的な知識を習得。 1900年から1901年までの1年間は徴兵され、クロアチアのプーラで兵役に就いた。モーターの専門家として、ウィーンで活動した後、チェコのブルノ工業大学の土木工学研究会で研究活動を始める。彼は今後30年間をブルノで過ごしている。1909年には正式な教授に就任。教授職をしつつ研究活動を続け、 1912年にカプラン水車の発明を発表。これは低落差、大流量の地点に適した革新的な発電用水車で彼の発明を代表するものである。彼は水車に関連する特許を1912年から1913年にかけて4つ取得。1918年、ストークコンストラクションがカプラン水車を初めて製造し、 ニーダーエースターライフ州の繊維工業会社に導入された。これを機に世界中で採用が相次ぎ、今日でもなお広く利用されている。1913年に水車研究会の会長に任命され、1926年には名誉博士号を授与される。後に1934年にも名誉博士号を授与されたが、同年の血欠陥障害によりあった税子のほとり。 ウンターアッハで死去した。ありがとうございます。